お疲れ様です。お疲れ様です。目的地は天神ですね。天神も天神、はい、ど真ん中天神ビルの地下1階。あ、そうです。はい、いやー、天神はね、はい、ビッグバンつって、まあ、あの高いビルがどん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 今建ってるんですよ。あ、そうですね。天神は2026年ぐらいまでに大きく変身します。はい、確かに。まあ未来都市になりますよ。はい、もうその天神の中でど真ん中にある天神ビルでしょ。はい、まあそこはね、確かあの天神でもいっちゃん最初に戦後できたビルなんだよね。ああ、そうなんですか。あ、もう当時の最先端の技術を駆使し、だからあそこさ、めっちゃ重厚だろ。あ、重厚、確かにね。で割とこう、いや当時としては相当モダンだったと思う。昭和ね、30年代だから、まあ昔で、あそこにできて、それからやっぱあの手のビルがどん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 あの東京とかにもできていったっていう、そう、最高水準の当時のビルだったんですよね。はい、だからあの天神ビッグバンで、はい、まあ副ビルもなんとかビルももう全部あの変わるじゃないですか。そうですね。天神ビル、そういう話聞かないでしょ。あ、確かに。だから残ってますね、ずっと。そう、あそこ、うん、あのまんま多分、まあ歴史的建造物じゃないけれども、うん、そうやって残していくっていう感じじゃないかなと思う。思うだけですよ、ね、全部想像です。いやいや、ただあの最終的な思うだけね。あの残っていくんじゃないかのとこだけですよ。あとはあのちゃんとエビデンスに基づいて今風に言いました。ファクトに基づいて言ってます。あー、来ましたね、天ビル。はい、ほら天神ビル、この重厚感見てくださいよ。なんか松本清張のさ、うんうん、ドラマとかで出てきそうなビルでしょ。うん、確かに。もう当時の日本で一番イケてるビルみたいなさ。うわ、この重厚なビルだ。天神横町。はい、来ました。うわ、来ました。もう1ステイ、ビストロが終わってる。ああ、そうですね。おしゃれだよね。確かに。じゃあ、じゃあ三つ星。ああ、三つ星、はい、ここ以前取材した。美味しかった。このネギタンね。美味しかった。ネギタンね、はい、ちょっとあの出しておいて。レイちゃんと妹が、レイちゃんと同期で、レイちゃんと妹が、ここ、歌舞伎で。あ、今日ここです。え、嘘。ここマジで。はい、ここの、はあ、スペアリブランチっていうのがめちゃくちゃ人気なんです。いや、たださ、ここキリンだから許可取るの大変だぞ。あ、ここ本当のキリン。そうだぞ、ビールのキリンビール。 あそこの、あ、本当のキリンが1個目。あ、許可取れっかな、これ。取れないと思うよ。ただまあ私は、うん、キリン一番搾り福岡応援団。ああ、確かに。あ、ビールのキリンさんが本当にやってるんですね。これ見てみろよ。あ、なるほど。このキリンのでね、昔からパエリアとかさ、でソーセージ6種盛りとかね、いわゆるあのまあやっぱりロンドンスタイルのパブっていう風に言った方がいいと思う。なるほど。ちょっと食べて、なるほど、飲んで、うんうん、うわうわ、いや許可むずいっすね。ちょっと聞いてみましょうか。行くだけ？じゃあちょっと。すいません、店長さんいらっしゃいますか？あのちょっと、あ、すみません、 あのですね、はい、実は僕 YouTube もやってて、はい、うちのディレクターがここの何ランチやったっけ？スペアリブ。あ、そうです、はい、紹介したいっつってんですけど。あ、ぜひ。いいですか？ぜひ。いいですか？あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。 OK です。よかったです、よかった。キリン一番搾り福岡応援団長の中島浩二。よかったです。このさ、重厚なビルにさ、やっぱこの作りって最高でしょ。うん、いや、これさ、
もう今ね、これですよ、けど店長さんが、はい、スペアリブ煮込みランチを食べたいんでしょって言われました。はい、もうこれです。これですよね、はい、スペアリブ煮込みランチ人気ですか。やっぱりよく出ますね。あ、そうですか、はい、それともう一つぐらい、はい、なんかおすすめのメニュー、まあランチでもいいですし、なんかこうああいうソーセージの盛り合わせでもどっちでもいいです。どんなんがいいですか。ビール飲まれるんだったらソーセージの盛り合わせが合うかな。そうですよね。ちょっと今日車なんですよ。ノンアル的なものはありますか。ノンアルコールビールフリーありますよ。わかりました。じゃあフリーいただきます。フリーで、はい、フリーをいただいて、はい、やっぱソーセージですかね。ソーセージです、ね、はい、はい、そしてスペアリブ煮込みランチ。スペアリブ、ソーセージは値段おいくらですか、はい、どれだ、裏にどれだ。ソーセージこちらですね。あ、ソーセージ盛り合わせ、はい、これですね。はい、お願いします。キリン一番搾り福岡応援団長の中島浩二です。あの今日はね、車なんでちょっとフリーですけれども、いやー、この継ぎ方見てよ。うまそうだろ。いただきます。ガクア来ましたね。6種のソーセージ盛り、うわうまそう。いや、美味しそう。これもうほらパチパチ言ってるよ。確かに音聞こえますか。しかも6種っていうことは、うん、結局それぞれ味が違うってことなんですよね。しゃうまそうだぞ。うわこれうまそう。あ、いいですね。いいね。あ、おいしそう。いや、おいしそう。いただきます。あ、おいしそう。うまそうだね。いただきます。やけどコースですよ。あ、あ、うんま激うま。あ、なんか夏っぽいっすね。てかさ、もう俺たちが普段なんかスーパーとかで買うソーセージとはもう全然レベルが違います。もうめちゃくちゃうまい。もう肉の味がもうこれでもかって口の中に広がって、でこのね粒マスタードが酸味があってめっちゃうまいんですよ。うん、今日はこれですけど、やっぱ生ビールだよね。ちょっとさ、ちょっと他のも大きめの。ありがとうございます。あー、美味しそう。あー、美味しそう。これ見て、あー、美味しそう。このさ、肉汁がすごいでしょ。よし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 。これは香草が入ってて風味がめちゃくちゃいい。それから肉の部位も違うからうまいぞ。出てきました。来ましたね、スペアリブ煮込みランチ。うわー、美味しそう。いやー、君の目的これですよね。これです。でかくないですか。めっちゃでかいよ。いや、これ煮込んでこのでかさだから、いや、これ絶対うまいぞ。いや、美味しそう。しかもね、かなり時間かけて煮込んでるってことでトロトロらしいんですよ。いきます、はい、うわ、うわ、ちょっとこれ切ってるっていうよりもほどいてる、ほら、ほんと、うわ、すごい。これ見て、これうまそう。じゃあちょっといただきます。あ、
もう本当に脂身のところはチュルンチュルンで、赤身がもうその旨味だけを残してるっていう感じ。激うま。ガク。これは、他じゃ食べられないよ。だってこんなランチ今まで紹介したことない。ないですね。うまい。美味しそう。本当うまそう。いや、しかもさ、これさ、骨ごとしゃぶりつくっていう感じで、多分いいんだと思う。あ、確かに。しかもこのトマトソースがね、ちょっとコクがあって甘めでめっちゃうまいんですよ。この脂身のところ。やばい。これは気をつけないと口の中で溶けます。いやー、ガク、豊かな時間だったね。なんかやっぱりね、あの、のんびり来てほしい。そしてやっぱキリンビール一番搾り楽しみながらソーセージつまんで、他にもね、いろいろあるんですよ。ほら、ハムの盛り合わせとかね、フィッシュ&チップスとか、あとスパゲッティとかね、ああいうのもあるんで、もうゆっくり楽しんで最終的に、うまかったな、スペアリブ煮込みランチ、トロットロです。多分ここでしか食べられないんで、ぜひ。